本日、僕らの歌は君の歌というですね、タイトルで、始めまして今日5回目になります。皆様今日はお集まりいただきましてありがとうございます。本日もですね、多彩なジャンルを私のわがままで、皆様今日はお付き合いくださいましてありがとうございます。大事な貴重な時間を、今日はスペース楽堂に来ていただきましてありがとうございます。本日は8組、多彩なジャンルがあります。そんな中でもね、私最初にやりますが、他の方をトップバッターにはしておりません。毎回私トップなんて、ちょっと待ってとか、トップやりづらいわとか、俺がトップなのかよみたいな、そういうことは一切ございませんので私が切り込み隊長としまして、主催としまして始めますので、ご安心なさってお過ごしください。今日はね、休憩時間も挟みます。どうぞ交流の場にもなりますということで、皆さんね、名刺交換持ってるか分かりませんけどね、ぜひ交流されてこの輪がね、また広がっていければいいなと思いまして毎回やっております。はい、それではね、企画しました、音のかけらサポートワークス、平野富夫でございます。よろしくお願いいたします。今1名アイドルの方がちょっと睡眠不足なので、ご紹介していない方もいるんですが、今ちょっとお休みになっておりますので、また後ほど会いましたら、コミュニケーションされてみてください。はい、よろしくお願いします。Battle
てるよねえ、それって君のせいかな。なので皆さん覚悟してここに来てください。暑いですよ本当に。特に越後姫さん暑いですよ。複数になるとここがねサウナになるかも。サウナは大げさだ。サウナは大げさ。まあね、今年は本当に暑かったり寒かったりでね、体に悪いなと思いながら、私も一昨日上越妙高の方はもう雪降っておりました。長岡の方もきっと降ってたんじゃないかなと思うんですけども、そしてね、花粉症の方いらっしゃると思います。これもうかかってらっしゃる方もおると思うんですが、5月ぐらいまでは多分ダメなのかなと思いますけども、まあ、そんな中でも今日ステージで立っていただけるということで大変感謝しております。花粉症なんか吹き飛ばして無理ですかね。はい、なかなかそう言ってもね、気合で治るもんでもないですが、無理のない範囲で歌っていただきたいと思います。怪しいね。まあこうやって自分の中でクールダウンしてるわけですよ。何かと理由をつけて一番長い歌だよ、これが。はい、これが一番長い歌だよ。そう、チューニングできずに終わっちゃいましたね。でも今日本当に僕もダメ元で皆さんに声かけてて OK をもらうんで、本当なんか光栄です。ありがとうございます。まさかね、毎回思ってるんですが、絶対この人ダメだよねみたいな人も意外と OK してくださったり、本当にありがたいです。マリルさん、うちらですか。はい。だいぶ違う。もうね、やっぱり主催やってると前からもう本番前から疲れちゃってね、俺の番なんだ、俺リハも何もしないんですけど、まあこれもねピン芸人のいいところでございます。
ね、これだな。だいぶ今日はあの2番までいっておりますけどね。今あのラスサビぐらいの、はい、ありがとうございました。まあ話はね、今伝えたいことは全部伝えてつもりです。はい。そしてまあやはりこの楽道に上がったことない人に上がっていただきたい、そんな思いもあります。横山酒店さんのね、このスペース楽道、素晴らしい贅沢な空間です。ぜひこの住宅が中にあってね、素晴らしいじゃないですか。そんな場所をやっぱり知ってもらいたい、そういう思いも込めて、やっております。また声かかったらぜひよろしくお願いいたします。街の風に引き裂かれ舞い上がった夢くずが、路上の隅で寒さに震え、もみ消されていく。立ち並ぶビルの中、ちっぽけな愛らさのしか心奪われている、oh. Oh. 当てのない毎日をまるで野良犬みたいに愛に飢え、心は乾きふらつき回るよ。灰色の壁の中、書き殴った気持ちはそれぞれのあり方の虚しさに震えてるんだ。アスファルトに耳を当て、砂糖の下埋もれてる歌を見つけ出したい。空っぽの明日に受けて投げてやるさ、誰もが眠りにつく前に心のハーモニー奏でよう。ガラス作りの歌奏でよう。無限の色を散りばめた街の風景、黙ってておくれ。理屈なんかいらない、甘えだと笑うのもよくわかったから、無意味のような生き方、金のためじゃなく夢のため、愛のため、そんなもの追い立てられる街の中、めくめく同じ
生は五千尺さ、人生は時を演じる舞台さ。こちらに休む部屋もありますので気分も悪くなられましたおっしゃってください。よろしくお願いします。最後の曲になります。今日も回り続けてる果てし
せだけじゃ生きられない、別れを選んだ人もいる、再び僕らは出会うだろう、この長い旅路のどこかで。7時ぐらいまで続いていきますので、ゆっくりとゆっくりと、楽しんでいきましょう。